どうも、クライアント奏者なおです。今日は雑談動画にさせてください。今日の話なんですけれども、まあ皆さんね、楽器を一生懸命練習してるといろんなところが疲れるわけじゃないですか。まあ以前動画でどういうふうに、まあ、疲れを取るかってお話もさせていただきましたが、私とあるグッズを使っております。そのグッズの紹介をちょっとしたいと思います。お金も全然かからないんでね、もしよかったら見かけたらね、購入していただきたいなと思いますけれども、そのグッズとはこちらなんですね。ストレッチボールというものなんですけれども、これ100円です。108円か110円か、今税金 10% だから110円で、キャンドゥで売ってる商品なんですけれども、これが絶大に良くて、何がいいかっていうと、これ何にどうやって使うかっていうのもよくわかんないと思いますけれども、例えば腕が疲れたとして、これをこうやって重さをこうかけて、こうやってこういう風に筋肉をほぐしていくんですよ、これで。で、疲れてるところに、まあ、1分間ぐらいこうずっと重心を乗っける、もしくは裏が疲れてるんだったら脇に挟むとか、あとこういうところとか疲れるでしょ、腕とか、こういうところこういう風に、こういうところこういう風に、もう擬音ばっかですけど、こういう風にしてるとすごく気持ちよくて筋肉がほぐれていくんですよ。で、疲れが取れていく。腕とかってやっぱクライネットの人って結構疲れやすいので、こうやってね、こういう風に使っていったりとか、あとこれ、まあ跡がつくので、まあ、気になる方は難しいんですけれども、まあ女性とかちょっと厳しいかもしれないけど、ここの筋肉疲れた時にね、こうやって押さえて、こうやってね、疲労を取るなんてこともできます。顎につけたり、こうやって。で、1個100円なんで、2個買っても3個買ってもね、300円ぐらいですから、これ非常に楽器の疲労を抑えるのに、抑えるというか疲れを取るのに有効なので、ぜひぜひね、まあ手元にキャンドゥがない、近くにキャンドゥがないと厳しいと思うんですけれども、100円ぐらいなので購入されるといいと思います。で、これちょっと注意点があってですね、まあこうやってこすってもいいんですね。こうやってこすって疲れを取ってもいいんですけれども、まあこするにしろ、こうやって押し付けるにしろ、結構皮膚を痛めてしまったりすることがあります。特に気持ちよくてね、20分も30分もこうずっとこうやってこういろんなところを、まあこれ肩とか腰にやる人もいるんだけど、やってると皮膚が弱い人はちょっと皮膚を痛めてしまう可能性があるんで、まあできれば保湿剤とかつけた後にやるといいと思いますけど、まあなかなかね、外でやるとか楽器吹いた後にすぐやるってなると保湿剤つけるのも難しいですが、そういう場合服の上からでもいいので、こうやって、まあ、服ちょっと痛めちゃうんですけどね、こうやってやってあげるとすごい疲れが取れますので、ぜひぜひやってみてください。押し付けるか擦りつけるか、まあどちらでもいいです。擦りつけてもいいです。こうやってね、力そんなにいらないです。軽い力でこうやってやるとすごく筋肉の疲労が改善しますし、まあ腱鞘炎、まあもうね、治すことはできないんですけど、腱鞘炎になるきっかけを防ぐことは絶対にできるはずなので、試してみてください。まあ楽器に関してはね、疲れやすい人とかたくさんいらっしゃると思います。で、うどんって言って、以前紹介した腱鞘炎にすごい効くグッズもありますし、ストラップもありますし、いろんなグッズ試してみて、まず負担をかけないことね、まず第一に負担をかけないことで、負担をかけすぎてしまった時にしっかりと、まあこういうストレッチボールでも何でもいいですけれども、普通にこうやってストレッチでもいいです、何でもいいですから、そういう風な体を休ませること、筋肉をほぐすことっていうのを意識してみてください。特に楽器は腕だけじゃなくて、まあ、腰とかお腹周りの筋肉も使います。で、筋肉っていうのは、実は前ちょっと生放送でも話したんですけれども、鍛えようと皆さんしますけれども、実は楽器に必要な筋肉って鍛えるのも大切なんだけど、それ以上にほぐすこと、柔らかくすること、柔軟性を持たせることの方が大切です。楽器吹く上で、腹式呼吸の支えにしろ、何にせよ、指を動かすにしろ、楽器を支えるにしろ、やっぱり硬直しやすい行動をとってます。で、硬直すると何が起きるかっていうと、息が入らなくなったりとか、指が回らなくなったりとか、楽器が支えられなくなったりします。で、そういう硬直をしてしまうことによって、楽器の、ね、が吹けなくなって、無理に練習して、あ、筋肉が足りないんだ、鍛えなきゃって思う人もいれば、一生懸命練習しなきゃって思う人もいるんですけれども、実はそこは間違っていて、動かなくなったら、前できてて動かなくなった、前は大丈夫だったのに腕が痛くなった、
前息入ってたのに入らなくなったっていう原因は筋肉の硬直によるもののことがあるので、まあ、そうじゃない時もあります。例えば息が入らなくなったって単純にお腹いっぱいになっちゃってご飯食べ過ぎちゃったとかご飯食べなすぎたっていうパターンでも息が入らなくなって支え効かない場合ありますけども、まあ、それ以外にも筋肉の硬直によって息の支えができなくなったり普段入ってた息が入らなくなったりなんてこともありますから、まあ、そういうふうなことを防ぐためにもこういうストレッチボール使ってほぐしたりとか普通にストレッチとかお風呂入ってゆっくりほぐす体を柔らかくしていくってことをやっていってください。特にクライネットを吹く上で、まあ、特に女性なんですけれども女性っていうのはこの肺の部分の筋肉っていうのを非常によく使うんですね。この辺の周りの筋肉ね、こういうところもこういうストレッチボールで少しこうやって見えないかこうやってほぐしていくとかしていくとこの前の筋肉って結構凝るんですよ。で特に肺使ってるからね、私たちクライネット奏者含め管楽器奏者っていうのは肺使ってるんで、まあ、ここが膨らむ、まあ、肩が上がらなくてもここは使ってるのでこの辺の筋肉しっかりほぐしてあげることによって下の支えだけじゃなくて肺に入る物理的な肺活量にも影響が、まあ、出てくるかどうか分かんないけど少なくとも力は楽になりますから、で楽器吹く上で力を抜くということは非常に大切なんですね。でも筋肉が硬直していると力は抜けません。絶対に抜けないです。固まってるから力が入ってしまう方向には行くけれども力を抜く方向には行かないので、まあ、そういう力を抜くためにもそして体を柔軟にして息を入れるためにも支えるためにも指を回すためにも、ね、ロングトーンをしっかりね、まっすぐ息を入れることにも含めてですよ、体をほぐしていくってことは大切なのでもしよかったら使ってみてくださいということで、キャンドゥの完全にステマみたいになってますけど別に何ももらってないし私はこの商品が画期的だと思って単に紹介してるんで、実はね以前ミオドレという商品がおすすめしてたんですけれども、まあミオドレはさすがに1500円ぐらいするんです。ダイエットとか筋肉ほぐすグッズなんですけども、ミオドレよりこのストレッチボールが安いのでこっちの方がおすすめでございますんでぜひぜひ試してみてくださいということで、はい、今日はこんな感じで私の使ってる健康グッズをご紹介させていただきました。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、サブチャンネルいろいろやってますので気軽に登録フォローいただけたら幸いです。で、公式 LINE もやってるんでね、登録いただけると嬉しいです。下の概要欄に書いてるんでね。はい、ということで今日はこんな感じで失礼したいと思います。ありがとうございました。